青鬼を全力でしたいと思います。よろしくお願いします。青鬼ゲーム。町外れにある無人の館、そこにはお化けが出るという噂があった。タンスに乗ったぞ。誰か。おい、たけし。お、たけし乗った。たけし乗った。ガタ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 。おるんかね。おるおる。パニクルけん、あの捕まえ、あの追いかけてきた。くるれ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 、ほら来た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 。頑張れ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 。落ちたから落ちたから。で、上上やな、上上上上上。たけし助けて。たけし助けて。たけし助けて。開かない開かない。裏切られた。取るが完全に。どうする？どうするよ。どうするよ。こんなむずい？最初。ついだな。青鬼ってこんなむずいんじゃん。IQ1 が集まったらこうなの。1が集まって3になってるかどうかも怪しい。掛け算の可能性もあるもんな。1かけ1かけ1。ゼロやないか。それ1じゃん。1なの。もう終わり。終わかん。終わったコンテンツです。期末。うん、なんかフェイントとか出てこびれないな。え、俺3画面逃げる。ああ。絶妙に早い。絶妙に早い。いった。あれ、あら、マイタンちゃん。あ、なんでだ。あ、お、お。あ、隠れたと。隠れた今。今隠れたんじゃん。どうすりゃいいんだろう。でもあ、入ってくる前に隠れ、ちょっと時間あったっけん、うん、そしたらたけしを開けといたら、うん、俺らはここに隠れる。あ、なるほどな。そしたらこいつが探し行って、うん、人を探し行くと。そうそう、なるほどな。やっぱあいつは一日4位だったんだよ。やっぱりそうじゃ。おい、お前もいけねえだ。さっき裏切ったけんな。これ、一発いかない、一発いかない。うまい。何してんねん。もう。何してんねん。オーバーランはダメ。オーバーランしてどうする。あ、優しいな。ここ大事、ここだ。うまい、うまい、うまい。来て。次じゃあどこ行け。あ、ひろし、たかしか。あ、たかし。じゃああいつの様子見に行こう。あいつ殺されたかどうか。これ出たら殺されたかどうか。この部屋出とんないな。殺されとんかな。うなんかある。あ、お、たかし、なんかここ、なんかハンカチ。ハンカチ。あいつマジ食われてるやん。逃げとるやん。あれ、おら、え、そういうこと。ハンカチを落としていったってこと。あ、そういうこと。そうだな。このハンカチは下行ったと今、うん、そうだな。様子が変わっとるかもしれんな、うん、うわ、開いとるが怖いって。まだ出てくるね。行ってみる。うん。あ、トイレ、すげえラブリーなとこだったのね。あ、なんか、あ、鍵や。ドライバー。
お、なんかすごいここに来てる、めっちゃアイテムが課金した？もしかして洗剤ドライバーハンカチ、何にもな、何が使えるんだろう、洗剤ドライバーハンカチ、オムライス、ハンカチで、あの最初の破片の方行く、お、あっ、びっくりした、お、あっ、びっくりした、心臓ミージガチビビリしました、じゃあじゃあじゃあ出るんだね、ワンちゃん、ワンちゃんも出るか、この鍵が最終的に欲しいもんな、そうそう、最終なんか原付の鍵とかあって原付乗ったら金属バットと原付やったら絶対殺せるんだけど、あ、こっちも欲しいね、おっ、うわ、怖っ、待てよ、これな、鳴らしたら鬼が来るとかじゃない、あー、ピアノをな、おい、鳴らしましょう、うわ、え、これなんだ、答えるだって、あ、数字をだって、ちょっと待って、6、うん、8、6、8、6、8、答えて、数字が違う、数字が違うな、何のひらめきだ、数字はじゃあどっかで見つけてこなきゃいけないってことだな、いや、あれが謎解きなんじゃない、うわ血がついとる、うわ、これ戻したら来るんじゃない、あ、こんかった、うわ、これ来るんじゃねえか、戻したら今回二度する、え、あの数字何なんだろう、チョコ、使用する、なんじゃと、そんなことができる、あ、じゃあ一気にいけるくね、お手に入れた、ということはハンカチもあの血を拭けか、血を拭くのに使える、あ、血を拭いてあのピアノからなんか数字が出てくるみたいな、うえアイテムの使い方知らんかった、あ、洗剤があるけんここで、あ、一気にいける、一気にいける、あ、いけるいける、アイテム、アイテム、洗剤、洗剤使用する、ハンカチにつける、そしたら、そこに浮かび上がってくる文字が、はいはいはい、タップして、これまずだったけん、これで、アイテム、それを使う、941、え、でも4桁じゃろ、941か、941じゃん、もう、でも数字分かったけん、そうだよな、たかし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 の部屋、たかしの部屋、いけ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 、うわうわ、これどうだろう、でも横向いとったね、こいつ鬼は横向いとったね、うおやばい、アイテムしよう、アイテムしよう、ドライバーなんでこれ、え、鬼これいきます、うん、逃げるね、うん、ちょっと遅いかな、いや、いける、いける、うっしー、クリア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 、はにゃはにゃり、え、俺がもうすることがねえんだけど、ほんま何をしたらいいかがもうねえんだけど、ググる、ググってみて、
くぐろうか。まあ、それじゃな。皿の破片、寝室の鍵、うん、ドライバー。あ、月41の文字、逃げます。逃げます。暗号の解き方について。ん ?1416 だって。どういう意味？なんで941が1416になるんだろうな。金庫の形にピアノの鉄板から確認できた金融値を当てはめて読みます。金融値は1416となる。なんで1416になる？これが1416になるらしい。この数、縦筋？14、この縦筋も1、2。1416。負ける？逆に謎になった。まあ1416。あ、1416じゃねえんから、さあそれでね。あ、そういうこと？これもしかして。そう、どうせとくじゃあ、1416。怪しいけどな。で、ね、入るところが行くわ、うん、ガチで、じゃあそれで行くで、うん、ワンチャンゲンで、それっぽい言葉で、お前が俺行くわ。でももう、金庫しかないんじゃないん、これ今はヒントが出てるやつで、そうやな。もうその数字が、だって941だって合わんかったんで、くよい、くよ。なんで941、ま、なんで何あれ、でもピアノの縦線があるが、うん、それで1416じゃろ、これ。